生打ちは、哺乳孔食肉目生打ちセイ打チ属に分類される、帰脚類。本種のみで生打ちセイ打チ属を構成する。ユーラシア大陸北部、カナダ東部、アラスカ西部、グリーンランドの北極海北極圏の沿岸地帯、および氷沿部に生息する。冬季でもポリニアで生息し、特に南に移動しないが、三重県沖で捕獲されたことがある。かつては、 カナダのセントローレンス湾、サーベル島近海、ノバスコティア海岸にも生息していたが、18から19世紀における、肉と皮を目当てとした乱獲で、この地域の個体群は絶滅している。大西洋生ちのオス平均体長3 1 0トル、平均体重 900kg。大西洋生ちのメス平均体長2 6 0トル、平均体重5 6 0ラム。 太平洋性打ちは、大西洋性打ちより20%ほど大きい。皮膚は、分厚く2から 4cm に達する箇所もあり、オスでは5センチメートルに達することもある。体色は、民気褐色で、胸部や腹部は濃色。皮膚には、体毛がないものの、厚い脂肪で覆われ、寒冷地での生活に適応している。口の周りには硬い髭が密集する。このげは、 海底で獲物を探す際に役立つ。雌雄ともに、上顎の剣士が発達し、オスは100センチメートルにも達することもある。この牙には、オス同士の闘争、外敵に対する武器、海底で獲物を掘り起こす、陸に上がる際に支えにする等の用途がある。またこの牙は、生涯を通じて伸び続ける。粉炭の上部の皮膚は角質化し、硬くなっている。鼻は、皮膚が薄く。 ヒゲが蜜に生える。このヒゲは濁っていたり光が届かない海中で、触覚により獲物を探す、感覚器官としての役割があると考えられている。牙は優位、精査、年齢の個事、海から上がる際に支えにする、氷に呼吸用の穴を開けるなどの用途がある。俗名、オドビナスは古代ギリシャ語で、歯で歩く者の意がある言葉に由来する。老齢個体では、 牙が摩耗するが、口術するように牙で、海底は掘り起こさず再食の際に、海底で擦れてしまうためだと考えられている。出産直後の幼獣は、体長1.1メートル。体重60から65キログラム。オスの成獣は、全身の体毛がまばらで皮膚が露出する。オスは喉に機能があり、求愛のために鳴き声を上げたり、海面で浮遊する。 支えの役割があると考えられている。メスやオスの幼獣は、死を除く全身が荒い体毛で覆われる。以下の亜種の分類は、和前クラフトに従う。和名、英名は、イニーズマワケに従う。生打ちのハーレム生打ちの骨格主に大陸方の上にある、流氷域に生息する。太平洋の個体群は、オスは、 多くの個体が周年ベーリング界で生息するが、メスや若獣は、カキは、熟地界へ回遊する。講子を動かして、海中を進み、前肢は、家事の役割を果たしている。主に氷上で休むが、流氷がない場合は、ラウンド島などのような当初の岩場で休むこともある。休息中には、大規模な集団になることもある。雌雄ともに牙を固じしたり、牙を突き刺して争うことが、 あり、特に繁殖期のオス同士ではよく争う。一方でオスでも繁殖期以外では争うことは少ない。主にニマイガイを食べるが、マキガイ、タコなどの軟体動物、エビカニなどの甲殻類、ナマコ類などの素子性の無脊椎動物も食べる。魚類や、飛却類などを食べることもある。砂霊中に入れ物は、牙ではなく角質化した、粉炭上部で掘り起こして捕食し、 より深いところに潜っている獲物は飼育下の観察から、水を口から噴出して掘り起こすと考えられている。幼獣の捕食者は、シャチホッキョクグマが挙げられる。本種自身の他個体によって、偶発的に潰され、殺されることもある。繁殖期になると、メスと幼獣は10から15頭ほどの群れを形成する。オスは、海中で、ベールオン、ノックオン、海面で、 ホイッスル音などの様々な音を交互に繰り返したり、組み合わせて繁殖行動を行う。このディスプレイはメスを誘ったり、他のオスに存在を誇示する役割があると考えられている。水中で交尾を行うと考えられている。妊娠期間は15から16ヶ月だが、受精卵の着床が遅延する期間も含まれる。4から6月の回遊の最中に、1回に1頭の 幼獣を生む。早くても隔年で出産し、老齢個体であれば、出産間隔がより長くなる。氷山や海岸に、オスとメス、幼体からなる大規模な群れを形成し生活する。オス同士の間でメスをめぐる戦いに勝ち抜いた個体が、多くのメスを所有するハーレムを形成する。群れに向かってきた北極グマに対しパニックを起こし、逃げようとした。 他の個体の下敷きで歴史し、捕食された例も報告されている。しかし、成獣の個体が逆に、北極熊を追い返す姿も確認されている。なお、生打ちの牙は急所をつけば北極熊の死死や内臓に大損傷を与える威力とサイズを持つが、北極熊の爪や牙では、生体生打ちの分厚い死亡に阻まれ致命傷を与えることは難しいとされる。 これらのリスクにより、北極グマが生打ちを襲うことは稀である。生打ちの皮膚と脂肪の厚さは10センチメートル。なお、海中でシャチに襲われる例は確認されている。またはモンアザラシの幼獣を捕食する場合もある。トロール量による素個性の獲物への影響。低空飛行の飛行機や船舶による、攪乱、獲物への汚染物質の蓄積、湯による海洋汚染。 温暖化による影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時からカナダの個体群がワシントン条約付属書3に掲載されている。日本では伊豆ミトシーパラダイスで1977年に日本で初めて生打ちの飼育を開始したのを始まりにいくつかの施設で飼育され、また1994年には鴨川シーワールドが 初めて繁殖に成功している。ありがとうございます。